今回もご視聴ありがとうございます。風の谷のサテウです。皆様ごきげんよう。アシスタントのレミリアです。今日もすべからくビートレをいじっていきましょう。今回は普段から仲良くしてくれているコンテツくんがビートレを大量にプレゼントしてくれたから紹介するよ。普段は京成線で撮り鉄をしているらしいわ。ぜひフォローしてみて。さて、開封してみたわけですが、今回もなかなかの量ね。上から見る分には225系、223系、マルキューもいるわね。あとは全部115系かしら。ん？スカショクの115系にこんな屋根の車いたっけ？またとんでもない量のステッカーあるし。ふふふ、いろいろ思うところはあるようですが、焦らず順番に見ていくとしましょう。じゃあ、サテウらしくマルキューからいきましょうか。くさ。はい、というわけでコンテツくんからの一発目はこちらです。あ、これマルキューじゃない？901系だ。いやー、まさかといった感じですよ。この前津田沼ポポで見かけはしましたが、こうして手にするのは初めてです。これはすごいわね。コンテツくん曰く、僕が持ってても、一生集まらないだろうから、とのことなんですけど、多分僕じゃ無理だと思います。とにかく高いからね。そこで、ふと気になって青い電車さんに問い合わせてみたところ、フル編成も持っているし、なんならもう1編成集めてるそうです。一体何者なのこの人は。とんでもない量のビートレを保有してらっしゃる大先輩ですね。試運転仕様の E231系常磐線もリーチかけてるみたいですよ。サテウもまだまだね。まだまだっていうか、追いつく気がしませんね。さて、お次はこちら、165系赤倉食の3両編成ですね。よく見るけど、赤倉って何なの？妙高山の麓に赤倉温泉というのがあり、その名を冠した急行列車があったんですよ。じゃあこれはそれ用の車両なのね。まあ、間合いで普通に入ったり、他の車両が赤倉に入ったりしてたらしいですけどね。急行型ではよくあることね。続いて、今回2種類目の国鉄急行編成です。え？単なる115系スカ食の4両編成じゃない？なんとびっくり、こいつが入っておりました。この車は、キオスクパート3のシクレ、サロ16514じゃないの。なんと、901系にとどまらず、シクレまでいただいてしまいました。すみません、コンテツくん、本当にありがとうございます。みんなもだけど、決して無理はしないでいいからね。まあカレーは深まわないとのことなので、遠慮せずいただいておきましょう。他にサロ165ってことは、急行開示をやれってことかしら？そうすると、今回いただいた115系とは別に、非冷房、非ユニット窓の115系を、7両買い揃える必要が出てきます。そんなのその辺に転がってるでしょ？何寝ぼけてんですか？確かに115系自体はレアでもなんでもないですが、非ユニット窓ってのが一大事なんですよ。激レアですよ。別に、窓枠を削ってユニット窓っぽくすれば済むことでしょ。確か保有者の115系が7両いたよね？それを再改造すれば済むじゃない？好き勝手言ってくれちゃって、まったくもう。まあ、個人的に国鉄急行ブームが来てるので、そのうちやりますよ。せっかくのシクレだもんね。ちなみに、当時はサロが入っていなくても、季節急行立品では115系が走ってたみたいです。遜色急行もいいとこね、それ。遜色急行のお次はハイグレード快速車両、225系です。関空快速用の5000番台ね、よかったじゃない。はい、先頭車のスカートが欠けていますが、手元に2両いるのでもう満体です。次の車両と合わせて、関空快速ファミリーが賑やかになりますね。あ、223系5000番台。レアな車じゃないの。いやー嬉しいですよ。この2両のおかげで223系5000番台の8連を組めるようになりましたから。そして、手元にあるのが2両ともパンタ車というのを知ってか、コンテツくんはパンタなしを工面してくれたようですね。すっごい気が利くわね、感謝しないと。さらに、えげつない量のステッカーと223系用の台車でフォローも完璧。とても助かります。ステッカーは何か気になるのあった？いやーすごいですよ。そもそも厚みが2センチ近くありますし、E127系、205系日光線、京急新線型、20系客車と、僕にぴったりのものをたくさん見繕ってくれました。コンテツくん、この度はたくさんのビートレをくれて本当にありがとう。僕が渡したビートレより、量もレアリティも大幅に上回るビートレたち、大切に使わせていただきます。コンテツくんがくれた台車のおかげで形になった、521系を紹介して今回はお開きです。今回もご視聴ありがとうございました。次回は西武線初登場の予定です。ちょっと雰囲気が変わったけれど、いつも通りの投稿を再開するわ。ぜひチャンネル登録お願いね。というわけで、次回もまた、よろしく。